この時間の夕方の微妙な時間からの配信なんですが、なんでかって言われたら特に理由はございません。まあいつもと違う時間に やってみようかなってくらいです。そうだよね、微妙な時間ですね、4時って。学生だったらね、4時はもう学校の時間みたいな決まりがあって配信できなかったんですけど、高校生の時は。高校生ってか学生は朝は8時までで、夜は5時からみたいな決まってるんですけど、もう大人なので私はいつでもできちゃう大人です。今日は大人っぽい。本当？今日はすっごくね、すっごく急いでメイクしたんです、時間がなくて。なんだけどなんか急いでメイクした割にはちゃんとできた気がする。でもファンデーションはねもうする時間なくてね、してないからちょっと顔が暗いかも。もう最近日焼けしたからさ、日焼け対策はちゃんとしてるんだけど日焼けした。お話し会の当選が来る時間ですね。あ、確かに。あ、そうだ、あれショールームで話したのかな。あ、話したか、妙夜の時に話した。妙日よろしくぶりですね、配信。そう、 NGT のシャーベットピンクのオンライン個別握手会の第6時から10時の受付が発表されたんですけど、その第6時受付が今日の2時に終わったから、どうだなんだろう。みんな結果出たら当選とか落選、当落っていうのが出たらぜひコメントしてください。10月10日あ10月10日レイニア買ったよ。あ、嬉しい、ありがとう。ワンタンサニーって、いやもうワンタンサニーのレイニアの剣を買うっていいですね、楽しそうですね。絶対楽しいですね。それはもういろんなメンバーに会いに行くわけですね。当落グルーションのところで確認できます。え、もうわかるの？ねえ、完売増えてるといいな。どうだろう。10月24日買ったよって、ありがとうございます。お待ちしてます。お待ちしてますって言ってもね、もう1ヶ月以上先なんですよ。めちゃくちゃ長い。一番初日で9月16日だから、悲しい。早くやりたいよね。ということで本題に入りたいと思うんですけども、今日はこちらを使って配信していきたいと思います。ということはですよ、お話し会増やしました、ありがとう。追加で買ってくださった方もありがとうございます。それを鼻にではなく、これを携帯の穴にぶっ刺します。ブッスブッス、交換音ブッス、そして耳にぶっ刺します。あーマイクの声になりましたかね。これをしたということはですよ、何をするんでしょうか。ちょっとテロップを出していきますので、予想しながら見ててください。メールで言ったからメール取ってる人は分かると思うんですけど、すごい扇風機をさ、すごいまっすぐ直進したところに置いてるんだけど、扇風機がさ、こっちに向いた瞬間風の音がマイクに入って、おーってめっちゃ聞こえる。え、聞こえてる？そっか、私に聞こえてるってことはみんなに聞こえてるのか。ごめんね、風の音もちょっといい感じに聞こえないな、これすごいうるさいな。うるさいですか、カラオケ。あ、ちょっと
首をさ回してるからさ、正面に向いた時にうーってなるけど気にしないでください。ということでテロップ出しました。じゃじゃーん、今日はカラオケ配信をします。イエーイ。33何秒しか分かんない、懐かしい運動会でやったやつ。337秒しいくぞー。ピッ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 、あ、ここもあったっけ。一番最近なのに忘れちゃった。応援団みたいな、あ、あったあった、やってた。あ、私、あ、やってたね。ということで今日はカラオケ配信をしていくんですけど、何を歌いましょうか。でも歌いたいのはちょっといくつか決めてるんですけど、でもみんなのコメントを見ながらっていうと私すごくね優柔不断で迷っちゃうんで、でもちょっと参考にしながら歌っていきます。シャーベットピンクは歌えないって。人気曲ランキングずっと1位、マリーゴールドだよ。マリーゴールド歌いたいサステナブル、え、サステナブルっていうか、私配信の前に AKB の楽曲確認したんですけど、前より楽曲増えてたる気がする。サステナブルも入ってた。サステナブルいいですね。あ、やっぱり夏、もうちょっとで夏だから、やっぱ夏を感じる曲がいいね、今コメントにも見えた気がする一瞬。夏を感じる曲といえば、じゃあ AKB48 さんの曲から。 NGT の夏曲はちょっとあのシャーベットピンクで多分初めてだと思うので、まだないのであ、やっぱこれですね。これいきますか。じゃあ聞いてください、夏曲です何でしょう。いや、これでしょう。いや、これ以外にもいっぱいあるんだけど、ちょっとこれが目に入ったので。いくぞやばい、振り忘れちゃった。踊ったことあるよね、これ。早くシャツの袖口まくって、太陽が近づく気配、僕の腕から衣替え、ちゃん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 、青い海波打ち際で君と会いたい、裸足の水しぶきぽにいてる風の中、君が走る砂の上、ハモっちゃった。振り向い
ちゃくちゃいい、夏感じる。まあ最近雨だけど、今日は雨だったよね。教室に日が差して夢の気温が上がった。斜め前の君見てると胸が苦しくなってくる。好きなんて言えやしないよ、後ろ姿に気持ちをつぶやくポニーテール。夢の中君のすべて独り占め、ポニーテール片思い、目と目合えば今はただの友達。わ、2番久しぶりに聞いたけどさ、本当にどの曲もそうだけど、なんか2番の歌詞が本当になんか素敵、胸なんか心に響く。基本的に2番の歌詞の方がさ、束ねた長い髪水玉のシュシュ、恋の尻尾は捕まえられない、触れたら見えたく幻。ポニーテール変わらずに、君は君で走るだけ。ポニーテールいつまでもはしゃいでいる、君は少女のままで。ララ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 でした。ポニーテールらしいながら、イエーイ、ありがとうございました。ということで1曲目はポニーシュシュでした。めちゃくちゃいいね、夏だ、踊りたくなった。すごい、海に行って防波堤で踊りたくなった。防波堤って何？防波堤あの長いさ道だよね。最近ポニテして星なんかさ、星になるやつさ、絶対星にしなくていいでしょうってところで星になってるのをよく見かける。最近ポニテしてない、ないって言いたかったのかな。確かにポニーテール、自分じゃあんまりしないからな。自分じゃね、綺麗にできない気がする。あんまりやらないですね。自分でやったのはあの体育祭以来かも。体育祭の日ポニーテールした。やっぱステージがないとね、ヘアアレンジもねしないんですよ。しないというかできないんですよ、私自分で。あんまりバリエーションがなくて、だからオンライン握手会の時、あ、オンラインサイン、あのオンラインおしゃべり会の時、あのいつだっけな、いつだかの日に毎回毎部ヘアアレンジしますって言ったんですけど、ちょっとそれまでに習得しなきゃ。なんかコメント止まってる。はい、ということで、もうどんどん今日はね歌う配信に
っていきたいと思うので。楽しかったなポニーシュシュ。ちょっと私個人的に歌いたい夏曲がもう一つあって、これ私大好きな曲でよくカラオケでも歌ってた曲なんですけど、これはですね、大島優子さんがセンターのあれ、ジュリナさんとあれかダブルセンターのやつか、あ、TDC でも披露したわ。そうだ、もうこれ言ったら分かりますね。ということで聴いてください。あー、もうこのイントロが好き。このギター、ギターだよねこれ。キラキラと反射してる、
ず何知らね愛しくて切なくて心はこうしがらなよ気づかむせ恋の模様ブルーホワイブルー同時だろう気持ちを伝えるか僕の迷いはいがむちあー声がええやばい僕が誰か感じる夏曲だよね夏曲ですよねギンガムチェックは夏に着るものですもんねそんなことないかこの曲大好きだった MV がもうさ最高何回見ても飽きないこの MV 大好き可愛いし衣装だから TGC で赤いチェックの衣装を着れたの本当に嬉しかったがいい仕事してる確かにでもさ扇風機があることでさ扇風機の前で歌ってるとめちゃくちゃ口が乾くんですよねもう口の中もうね唾液がなくなってるもう何もゴクンってできないぐらいカラッカラになってるだからちょっとお水持ってきていいですかコップ持ってきたのにお水持ってくるの忘れちゃった本当にさ衣装かわいいよねあの衣装着たいちょっと持ってきまーすました冷蔵庫からお水を今日ね水これしなきゃ聞こえないのか今日は5時まで配信しますで今日ねってなんて言おうとしたんだっけ今日ね別にすっごい全然そんなねビッグニュースじゃないんだけどスーパーに行ったらなんと私の大好きなモロヘイヤがやっとスーパーに売り始めたんですすっごいどうでもいい話私モロヘイヤ去年ハマってすごい食べてたんですけどなんかおばあちゃんが畑で作っててそれをもらってめっちゃハマって何これ美味しいみたいなもう毎日食べたいってぐらい美味しいって言って食べてたんだけどなんか季節冬とかになったらもうねスーパーからなくなってしまってすごいずっと待ってたんですその時をすっごいコメント止まってるえあ一気に来たあ一気に来てない止まってただけだった本当にそうモロヘイヤの時期は6月から8月、多分暖かい時らしくてやっとスーパーでもう毎回スーパー行くたびにモロヘイヤ探してたんだけどやっぱ季節的になくてやっとモロヘイヤそうネバネバの葉っぱなんですけどもうあれを茹でて細かく刻んでオクラと一緒にあえて、醤油とポン酢でもいいけど鰹節入れて食べたらもう最強に美味しいんです私ネバネバな食べ物基本好きなんですよねオクラとか納豆も好きだし、ね、メカブとかもずくとかそう好きなのでモロヘイヤも去年新たに好きなネバネバの食べ物にランクインした山芋
食べたい。山芋大好きなんだけど、私山芋の皮剥くのが怖くて買ってないですね。手切っちゃいそうで、ぬるぬるしてるからもうつるって滑ってもうジョキーダラダラダラってなりかねないので、山芋はでも、自分じゃ食べない。作ってあるものを買ったりはするけど。山芋の皮剥くの難しすぎない？あれぬるぬるしてて、皮剥く作業は基本的に怖い。じゃがいもも人参も。ということで、ちょっと私のすごいどうでもいい話をしてしまったんですけど、次の曲ちょっとこれ歌いたいのがあって、まあ、全部自分の歌いたいのなんですけど、今までちょっとこれもみんなに聴いてほしいなって思ってて、これはみんな絶対大好きなやつです。もうライブでやったら100盛り上がる。でも NGT のライブではやったことないです。だからあんま予想できないかもしれないけど、AKB48 さんの曲なんですけど、あでもなんかのコンサートでフリーサビだけ踊ったな。なんだっけ、県外コンサートとかかな。なんでしょう、なしは嘘つかないではない。え、待って待って、すごい当たってる人いる。なんでこんな下手くそな私の説明で。すごい、そうです、ずっとずっとです。何がきっかけだけ覚えてない、僕たちが喧嘩したわけ、二人意地張りで謝らずに口聞かなかった。春に別れて夏が過ぎ、もう秋が限界だね。僕の前に君がいる。ずっとずっとそばにいたいよ。君のいない世界は無意味。ずっとずっとそばにいたいよ。僕はやっと気づいたんだ。です。これライブでやりたい。僕のこの人生編集しよう。会えなかったこの7ヶ月、君も同じ気持ちで待ってたなら、もったいなかった。春に来しないこと、きっときっと君だけなんだ。僕が愛せる女性は一人、きっときっと君だけなんだ。僕の未来必要な人だから。分かんなかったけど、また平歌のところだ。ずっとずっとそばにいたいよ。君のいない世界は無意味。ずっとずっとそばにいたいよ。僕はやっと気づいたんだ。愛に
れ最高だわ、うん、想像しただけで楽しい。歌いながらこのライブやってるっていうことを想像しながら歌うだけでめちゃくちゃ楽しいから、これいつか NGT でやりたいな。多分みんな思ってると思うな、これメンバーファンの方もこれ来たらもう湧くよね。ずっとで手を前に出すとこ一緒にやるのが楽しい。あーそうだよね、振りもいいよね。ちょっとあんま覚えてないけど振り、あのね、サビだけどっかのコンサートでやったんですよね、 AKB グループの。なんだろう、いや楽しい、盛り上がる曲楽しい。私カラオケ行った時正直あんまり AKB グループの曲最近は歌わなくですけど、昔はよく歌ってたんですけど、なんかやっぱ自分が NGT っていうなんかメンバーになってからグループのカラオケで歌わなくなったんですよね。なんでなんだろう。でもやっぱ歌うと楽しい、やっぱり AKB の曲ってライブでよく歌える公演曲。そうだよね、公演曲だもんね。目撃者公演ということで、今何時だろう、あと30分ぐらいある。ちょっとここら辺でみんなの、皆さんの歌ってほしい歌をちょっとリクエスト聞いて選んでいきたいなって思うんですけど、なんか歌ってほしいの何がいいですかね。なんか歌ってほしいのありますか。でも NGT の曲歌ってないからね。何がきっかけ、泣きベース入ってないんよ。この前パズドラ公演で歌った時は楽曲流したけど、うわぁなぎいち、めっちゃいいやん待って、いやでも全部ヨカゼも確か入ってないですよね。サスティナブルいいな。あ、NGT の曲来た、春どこ、ビンゴビンゴビンゴ、ヨカゼの仕事歌いたいんだけどね。センチメン、あ、違った、センチメンタル、あ、こんなにか、また今違う、昔、めっちゃ昔のセンチメンタルの歌、歌っちゃった。虫のバラード、え、虫のバラード、虫のバラード懐かしい。ファンタジーフォーよろしく、虫のバラードって入ってるのかな。ヨカゼ入ってなくてユキンさん怒ってた確かにヨカゼは入れるべきよね。オレンジ色の三日月が、あ、虫のバラードは入ってる、入ってた、入ってるんだ。公演曲意外と入ってるよね。あのさ、だってあのあれも入ってるよ、埃の丘公演の公演曲も。夜風歌おっかな、あ、夜風じゃなくて虫のバラード、虫のバラードをカラオケ配信ってちょっとさおもろくない虫のバラードってもう表現して、公演でやって表現してめっちゃ入り込む曲じゃないですか。それをなんか入り込みすぎるのもちょっと恥ずかしいけど、虫のバラード歌ってみたい。ひなたバージョン、ひなたバージョン、ひなたバージョン、デイニアバージョン、ひなたバージョンとずっとこうやってやってみて、歌えるかな。俺は一人で激しい雨の中ずぶ濡れ打たれてたかった低い、汚れた体と醜い心を洗い流
そうとしてたんだ。こんな時代に何を信じて生きていたらいいのだろう。問いかけても答えは出ない。傷つくことを恐れてはいない。こんなにきつい道のりもちっぽけな、ちっぽけな俺は前のめりに、ただ一匹の虫になる。めっちゃ感情込めて思ってなかったですか？難しいなこれ、入り込んだのが。じゃ頑張りますね。にぬかるんの中がむしゃらに歌いつくばってた。ちょっとわかんないぞ。綺麗なものとは汗とか涙が洗い流してくれたもの。何が真実、何が偽り、頭の中で考えても近道しちゃ答えは出ない。死んでくことを嘆いたりしない。どんなに長い迷宮も不器用な、不器用な俺は振り返らず、ただのひたむきな虫になる。あ、ビブラートちょっとつけた。ちょっとごめんなさい、歌詞っていうか音程があやふやで。あ、いいとこ来るよ。命の限り無様でもいいさ、地べたで叫ぶ魂よ。生きること、生きること、俺はしがみつく。傷つくことを恐れてはいない。どんなにきつい道のりも、ちっぽけな、ちっぽけな俺は前のめりに、たった一匹の虫になる。風のおかげで MV 確かに風のおかげでね、いい感じに見えるかもしれないけど、すっごいもう喉がカラッカラになるんですよね。でも消したら消したらめっちゃ暑くて朝汗かいてくる。多分魂こもってました。パチ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 だね。ありがとうございます。いやでももっとちゃんと衣装着てステージでやったらもっと入り込める自信ある。今はちょっと、まあ、歌詞もっていうか運転もうろ覚えだったから、いつかやってみたい曲でもありますね。
ありがとう。パチパチパチのギフトなんてあるな。音符もありがとうございます。何がいいかな。かっこいい曲歌ったから、今かわいい曲歌いたいな。めっちゃ Love Trip I wanna go Love Trip 時の彼方へ。君のことが好きだからの感想、感想だけ歌わないよ。君のことが好きだから、ほねほねワルツ、ほね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 ワルツに。なんでほねほねワルツ、ほねほねワルツ2人もいるけど、あれ歌えないよ私。骨の名前わからんの。呼び捨てファンタリー、呼び捨てファンタジーね。呼び捨てファンタジーもいいな。十人十色でやってるやつ、何がいいかな。私がさっきお気に入りに入れたのはラブトリップ、ラスベガス、野菜シスターズ、虫のバラード、マジス、あ、虫のバラードはさっき歌ったんだけど、あ、マジスカロックンロール、ファーストラビット、ハッシュタグ好きなんだ、10年桜、16シンパシー、サステナブル、ギンガムチェック、キャンディー、あ、キャンディー、キャンディー、キャンディーは？キャンディー、私がずっとやりたいって言ってるやつ。よく見たら細いっすですね。あ、ありがとうございます。褒められた？12秒。野菜シスターズ。野菜シスターズ私好きなんだよね。グリーンフラッシュ、可愛い曲歌いたいな。彼女になりますかとか、トランジェラシー。あ、キャンディーって言ったけど、キャンディーってコメント一つも来なかった。ビギナー、ビギナーはもう真逆ですね。私好きな曲ですけど、かっこいい。ビギナーはマジで最強ついてるね。私サビしかわからないですよね。じゃあこの曲、彼女になりますか。いいね、いいよね。じゃあ、まあ可愛いといえば、可愛いといえば、この曲に決めました。可愛い曲でいきます。次は入ってない？え？こっちの携帯では入ってたのに。あれ、今一つもコメントのなかったけど、キャンディーを歌おうとしたんだけど見つからん。なんでやねん、キャンディー見つからん。キャンディー見つからん。キャンディー見つからんからこれにした。全然可愛い曲じゃない。マジにならなきゃ勝てねえよ。いくぜ、ロックンロール。楽しいことばかりじゃねえ、避けては通れねえ道、一発ここでやるしかねえじゃん。プチンと何かキレの音がした。校舎の裏呼び出されてガタガタ言ってるから、半端なヤンキーお掃除しなきゃ。マジスカロックンロール出せ、息が出るだけじゃガンなんか飛ばしてだって始まらねえ。マジスカロックンロール仕
から見せつけたいなら、ここでタイマン張ろうぜ。ショータイム。タララタンタララララ。負け舌。負け舌でいくから。喧嘩上と分けくれて無意味なことだと分かった。生意気なやつをボコボコにしてる、さらに強えやつがいる。プライドは胸の奥の譲れねえ生き方さ、売れてるヤンキーそこで負けてるぜ。マジスカロックンロール、また本気で生きようぜ。死んだ目をしてすねてたってつまらねえぜ。マジスカロックンロール上に立っていてなら、愛を信じてごらんよ最後に。これね、カラオケで昔よく歌ったんですけど、めっちゃ点数いいんですよね、この曲歌うと。謎に、もう93点とか4点とか取れちゃう、これで。マジスカロックンロール女性生きがってるだけじゃ、ガンなんか飛ばしてだって始まらねえ。マジスカロックンロール力見せつけたいなら、ここでタイマン張ろうぜ。ショータイThank you。 いや、いけるね。可愛い曲、キャンディやらせたけど、やっぱ可愛い曲よりかっこいいさ曲の方がさ合ってるのかな私。 Thank you ってやつ実際にありますからね、前田敦子さんが。 Thank you、 かっこよすぎるだろう。嬉しい。マジスカ学園に入りたい。マジスカ学園に入の高校に通って暴れたい。マジスカ学園出るの夢だったな。もう高校卒業しちゃったよ。高校生役いけるかな、減るなら。いや、いけるな。千春やって、春？あ、そういうことか。あの出るならって、あの名前ってことね。出演する際の転校生役。あ、いいですね。センターとかやっぱな、転校してきて松井ジュニアさんかっこよかったもんな。いきなり出てきてめっちゃすごい堂々としてて、転校生いいですね。転校生で前の学校ではもうめちゃくちゃ悪で、もう学校一のグレー、あのトップ、喧嘩強いトップで、で前の学校で問題を起こして転校してきた転校生役やりたい。かっこいいやつ。今さえばほんまに歌ってるよな。いや、でも今日は初めて歌いました。今日は歌ってなかった。 あと10分しかない。何歌おうかな。ちょっとそろそろさ、本当に可愛い曲をさ最後に歌いたいな。いや、楽しいな、やっぱりカラオケ配信は。何がいいかな、可愛い曲。おばあちゃんがいいんですか。おばあちゃん10分いく。役名モロヘイヤ、弱そう、めちゃくちゃ。
あ、野菜シスターズに出るならモロヘイヤでいい。バルキ、バルキ入ってるのかな。発見する、僕たちの紙飛行機、セミネコ、バルキはもうめっちゃ可愛いやつやん。バルキ入ってるか、シャーベット、やっぱりシャーベットなんちゃらです覚えてください、せめてシャーベットピンク。と、なんて言ったっけ、あ、ワルキー入ってるのか、あ、ワルキー入ってた、ワルキー泣きべそ書くまで締めは戦隊曲でしょ。あ、じゃあワルキーを歌 一番歌ってから泣きべそアカペロ、アカペロだって、アカペロアカペラして終わろうかな。ちょっとどうしても悪気歌いたい、可愛い歌わせて。わっ、女の子でも走らなきゃもよかったね。10代のうちにやっておきたい、やりたい、この曲大人になりたい。今日のバッグなんだか重くて、そう、誰かに持ってほしかった、だからちょっと頭を絞ってハートをつってみた。ため息ひとつちなりと見る、おねだりするの霊気、急肉を触らせてよ、どれくらい硬いの、女の子には興味津々、たくましさ見てみたいのよ、どんな感じなのか、ワクワクしてるわ、ジョアニとキムってセクシーだわね、これを持って男らしい。あ、悲しいな、一番できるとレイキーじゃないか、レイニャ、あ、違う、ワルニャか、ちょっと急に出てきたのがレイキーだった。レイキーってなんか可愛くないな、 かっこいいな、なんか強そう、レイキー。セイジー、セイジー、おもろいな、セイジー。でもさ、ワルニャって言ったら、これアイナっても話したことあるんだっけ、ワルニャやったらアイナもワルニャになるから、じゃあレイキーだねって。アイナはアイキー、アイナ、アイナ草木だな、アイナ草木がいいわ、草木草木ということで、あと5分になってしまいました。ニャニャ公演してほしい、ニャニャ公演、できるならしたいな。楽しそう、ニャニャ公演。ということで、時間があと4分しかないんですけど、結構ね、最初からリクエストがちらちらあった泣きべそ書くまでを歌いたいと思います。最後にもうアカペラになっちゃうんですけど、NGT の曲も1曲歌っておきたいし、私の大好きな楽曲なので。え、でもすっごいさ、ない音がないと悲しくなっちゃうな、悲しい感じになっちゃうな。最初のイントロが難しいんだよ。じゃあ歌いたいと思います。いきます。ジャンジャラダンジャジャンジャンジャジャンジャンジャンジャラダンジャジャンジャンジャチャチャチャラチャチャチャラチャ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 ラチャ
チャチャチャラチャはいチャチャラチャ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 ここが難しいチャチャラチャ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 ただまっすぐどこまでもあっち走ってたらやっぱりどこかその先に行き止まりがあるのかよ山があっても乗り越えて川なら泳いで渡って深い森さえ躊躇せずに方向変えないまま一度でも決めたことは何があっても諦めたくないんだつまらない意地を張るなよって大人に言われたくないイエーイチュッ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 そうだあの日のやんちゃな少年よ汚れなき世界へ連れてって限界なんてないんだよやってみなきゃわかれない泣きべそかくまで夢を見ろチュッチュッチュルルチュだけど本当はこっちでもどこでもよだけどやっぱだけど本当はこっちでもどこでも構わなかったんだ自分の決心ぶれてないと確かめたかっただけ人生に正解はない絶対答えは一つじゃないんだ偉そうに説教をされたって誰かの受け売りだろうイエーイチュッ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 行くぜ今でもやんちゃな少年をよ常識を振り切り生きる待って歌詞がさやばいんだけどなあ見えない壁はないんだよ好きなようにはみ出そう泣きべそを書いても自由がいいチュッチュッチュルルチュン感想に入って飛行機やってジュン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 邪魔するものなんかぶっ飛ばせ世界の果ては知りたくないいくつ年を取ったって変わりたくはないんだよ Yeah! チュッ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 そうだあの日のやんちゃな少年よ汚れなき世界へ連れてって限界なんかないんだよやってみなきゃわからない泣きべそを書くまで夢を見ろ夢を見ろー見えない壁はないんだよ好きなようにはみ出そう泣きべそを書いても泣きべそを書いても自由がいい、チュ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 、自由がいい。Yes、チュ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 、じゃん、じゃん。やばい。あのサビの歌詞が、私、いつもそうなんです。だからライブやるときも本番前めっちゃ確認してるんですいつも歌詞を1番と2番の混ざるんですイエーイということであ5時1分過ぎちゃった1分ならまあまあいいでしょうということで今日はカラオケ配信をずっと1時間ぶっ通しでしましたが皆さん楽しんでいただけたでしょうかちょっとね、最近天気が悪くてね、どこも気分が上がらないこともあるかもしれないんですけど少しでも
元気になってもらえてたら嬉しいです。もうね、声、口の中がカラッカラです。私は扇風機があるせいで。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。楽しかったよ、よかった、ありがとうございました。ということで、もう5時過ぎたので今日は終わりにしたいと思います。見てくださった方ありがとうございます。バイバーイ、お疲れ様でした、ありがとう。カラオケ行きたくない？カラオケ今もう空いてるんじゃない？でもおやすみなさい、はちょっと早いけど、バイバーイ。